皆さんどうもこんにちは。今回はアムステルダム大学の研究結果などをもとに先延ばしをゴリゴリに減らす方法について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速ですが、やるべきことの先延ばしがなぜ起きてしまうのか。それはシンプルに面倒なことから逃げたいからで、この逃げたいという感覚が先延ばしを発生させてしまうわけですが、やるべきことを先延ばしにしてしまうと、先延ばしすることそれ自体がストレスになって全身に炎症を起こして病気になりやすくなっちゃったり、寿命が短くなったりと体中にダメージが溜まっていくことが分かっていますし、あとはシンプルに体鍛えようとか資格取るために勉強してみようみたいな感じで何か目標を達成したいと考えた時に、この先延ばし癖さえ直せばほとんどのことは達成できるようになるでしょ。というわけで、先延ばしが起こる最大の原因を解説させていただくと、それは自分を許す能力が低いことですよと、ビショップス大学が発表してて、研究内容も合わせて解説させていただくと、750名の男女を対象に、まずは普段どれだけ大事なことを先送りするかをチェックし、その上で全員の普段のストレスレベルや性格を調べて、何が先延ばしの原因になっているのかを調べたところ、最も相関関係があったのが、自分を許す能力で、自分を許す能力であるセルフコンパッションレベルが低い人は先延ばしが多いという相関関係がはっきりと確認されましたよと発表されていて、このセルフコンパッションは、例えば自分のミスを必要以上に責めずに優しい態度が取れるかや、先延ばしをするのは自分だけではなく多くの人によくある現象なんだとしっかりと認識できているか、あとは自分のトラブルや困難を必要以上に自分のせいにせず、より大きな視点から見ることができるかといった自分を客観的に見て自分を許す能力のことで、この自分を許す能力が低いとなぜ先延ばしが発生してしまうのか、その理由についても解説させていただくと、先延ばしが発生すると自分を許せない人は自分を責め始めます。こうするとシンプルにストレスが増えて、ストレスが増えると先延ばしをした経験がさらにネガティブなものとして脳が認識します。あとは自分を責めると頭の中では自分のダメさや過ちをだらだら思い返す反芻思考が始まり、脳が行動するためのエネルギーまで消費してしまい、さらに先延ばしが加速しますし、あとは自分を許せず自分を責めちゃう人は、自分を責めることによって自分にしっかりと罰を与えたと謎の満足感を得るというわけがわかんない状態になって、さらに先延ばしをするという無限ループにはまってしまうというわけなんです。なのでこの不毛な無限ループから脱出するために、まずは自分を許せと、あと自分を責めるのは自分に厳しくていいことなんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば親に勉強しろと言われれば言われるほど勉強が嫌いになっちゃうのと同じように、自分を責めると自分がやりたいこと、やるべきことがさらに嫌になって、より一層行動に移すのが難しくなるセルフド M プレイの人生ハードモードになっちゃいますから、とにかくいつも頑張っている自分は偉いと自分に優しくしてあげましょうと。実際に2010年に行われた研究によると、自分を許すトレーニングをした人は先延ばしが大幅に減ったよと発表されておりますので、自分を許す能力を高めるというのは非常におすすめなわけなんです。ということで、自分を許す方法についても簡単に解説させていただくと、自分をただ単に許そうとすると自分を甘やかして終わりとなっちゃうわけで、開き直るわけではないんだけど、頑張っている自分を許す、この絶妙な感覚が大事なわけで、そのためには自分の大事な友達が今の自分と同じ失敗や先延ばしをしてしまった時に、自分だったらその友達にどのように優しく声をかけてあげるかを考えてみてください。大事な友達に相談されたとしたらどのように声をかけるかということを考えて、それを紙に書き出して、その言葉を自分に向けての言葉として声に出して呼ぶというのがセルフコンパッションの基本的なトレーニングで、自分を責めているときは客観的に物事が考えられなくなっているので、友達を想定したりと一工夫すると、そういうわけでございます。あとちなみになんですが、性格以外の先延ばしの原因第1位は睡眠不足ですよとアムステルダム大学が発表していて、自分の翌日のコンディションに最も影響を与えるのはやっぱり睡眠なわけですが、この大事な睡眠を後回しにして、ついついスマホいじったりテレビ見たりゲームしちゃったりする人がやたら多いと。そして翌日のコンディションが睡眠不足で崩壊して、眠くてやりたくないという超シンプルな理由で先延ばしをして、そして先延ばしをした自分を責めて、さらにエネルギーを使ってみたいな無限ループに入ると。なので先延ばしをしたらですね、自分を許して自分を責める代わりに、さっさと布団に入っていつもよりたくさんの睡眠をとっていただくとか、
先延ばしをなくす上で最強かと思いますので、ぜひ実践していただければと思います。さらにですね、何かストレスを受けたら、それをエネルギーに変えちゃう方法というのもあって、ストレスを自分の原動力に変えることができれば、もはやストレスは自分を成長させてくれるガソリンにさえなっちゃいますよというわけで、複数の海外大学の研究をもとにした、ストレスを自分のパワーに変える方法を紹介した動画を、この動画の概要欄に載せるので、ぜひご覧いただければと思います。またですね、今回の動画がいいと思ったら、高評価ボタンやチャンネル登録をお願いできれば嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。